皆さんこんにちは、自称レゴビルダー、ヒロリーナ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイター、コンゴインコです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の3月に発売された新しいレゴクリエイターです。はい、外箱はこのようになっていて、今回外箱は縦型になってます。で、僕一番びっくりしたのはこのレゴクリエイター混合インコなんですけど、オンラインストア限定品となってます。これ以外に可愛い犬たちといろんなお家も実はオンラインストア限定品でした。そしてこの混合インコ以外に熱帯魚とカエルに組み替えることができます。はい、箱の後ろはこのようになってます。こちらの定価は3280円で、ピース数は253個です。今回の動画ではこちらの混合インコを組み立てます。完成、混合インコです。はい、完成しました。この混合インコなんですけど、思ってたより結構でかいですね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で45分かかりました。結構割と小さいパーツが多かったので、作るのはちょっと大変でした。個人的にこの止まり木の造形がめちゃめちゃすごいですね。すごいよく作られています。で、もう先言っちゃうんですけど、この混合インコの唯一の残念なところは、これね、止まり木とインコを分離することができないんですよね。ちょっとここが残念かな。どうせだったら分離できるようにしてほしかったんですけど、まあこれはしょうがないのかなって思います。まずは止まり木を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。近くで見るとこのようになっていて、この花なんですけど結構面白い造形をしてます。反対側には結構簡単な作りの花があります。インコの足元はこのようになっています。では混合インコを見ましょう。ちなみに見やすいように止まり木から外しました。あー、おっと。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部になってます。頭部のパーツの色分けもすごいよくできています。続いて羽はこのようになっていて、青色系の色で作られています。胴体は黄色系のパーツで作られています。はい、続いて足回りはこのようになっていて、インコの足ってこんな感じで結構独特な足をしているので、これもすごいよく作られています。そして後ろ側はこのようになっていて、後ろ側も青色系のパーツで色分けされています。ではこの混合インコの可動範囲について説明します。まず羽がこのようにボールジョイントで動きます。あー、取れちゃった。結構この羽取れやすいんですよね。続いて尻尾がヒンジでこのように動きます。続いて爪がこのように稼働します。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回組み立てた混合インコなんですけど、個人的には可動範囲がちょっと少ないのがちょっと残念かなって思います。個人的には頭部も稼働してほしかったです。
じゃあ最後に大きさ比較いきます。まず、ミニフィグと並べると、こんな感じです。混合インコで比べると、大きさ約 3.5 体分はあります。止まり木だと 2.5 体分あるので、結構でかいですね。続いて、レゴマリオと並べると、こんな感じです。混合インコだと、およそ2体分はあります。そういえば、仮面ライダーオーンで混合インコ型のグリードいましたよね。なんか大きさ的にマリオのキャラクターにいそうな気がするんだよな。まあ、名前はわかんないですけど、確かいたような気がします。はい、レゴクリエイター、混合インコはこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイター、混合インコを組み立ててレビューしてみました。まずこの混合インコなんですけど、可動範囲は思ってたより少なかったんですけど、造形とパーツの使い方がすごいよく作られていて、とてもいいと思いました。あと個人的にこの止まり木の台座パーツが、造形がよく作られていて、これも素晴らしいと思いました。次の動画ではこちらの熱帯魚に組み替えます。はい、以上、ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ははははは。